はい、どうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回はね、とりあえず城壁を前回大量に仕入れたので、それを、使って陣地拡大かな？めちゃめちゃ作戦会議してるわ。めちゃめちゃ会議してる。うん。お、そうだね。設計図から。もう囲えるとこどんどん囲っていきたいんだけど。おお、でかい。一気に拡大できる。お、いいね、いいね。オッケーオッケー。扉が3個足りない。扉が3個。うん、はい、ちょっと扉先作る。扉3個作って、よし、行くぞ。時間との勝負、時間との勝負。めっちゃレベル上がるね。めちゃめちゃレベル上がる。もうこのアプリで3は上がった。鋼の鎧。はい、作ります。ちょっと作ります。こんな感じでどう？ん？なんか足りない？あ、ここか。ここか。どうじゃ？チェック。多分こう向きだ。とりゃいいね。ドッドッドン。どうや。これもいいな。もうね、石めっちゃ作れるからどんどん置いてっちゃっていいと思うよ。どきたまえ。どきたまえ。で、これも
こんな感じ。ほんで、こうかな。階段あったよね、階段。石階段、石階段置いて、補強していこう。どんどん補強していくと。罠がもっと欲しい。超これを作ってなかった。鋼の鎧、今多分鉄の鎧だよね。これ装備、よし。で、これをさ、もっと欲しいよね。20、200個、100個ぐらい、100個ぐらいいっとく。いっとく。敷き詰めるぜ。今後多分こっち側から来ることが多いだろうから、いや、ちょっと話進めてからにしよう。話進めてから。ヤッホー。うん、よし。玉座の間からベッドや作業台を他の場所に移すと使いやすくなるだろう。ウェヘヘ。あとは東の城門が出来上がればムーンブルク城の再建は完了と言えるだろう。また檻を見て君に頼ませてもらうよ。はい、なるほどね。寝室か。この気配は邪気が来たか。まあ、形にはなってきたと言ってもなんか、どこに何を置くってなったらちょっとまだむずいところあるよね。置いとくか。ここら辺一列ガーって置いとくか。はい、ぴったんこカンカン。ぴったんこカンカン。いいよ、準備は OK だ。狩猟の騎士は城の壁で作られた城壁を越えられない。陣地の外で敵を迎え撃とう。オッケー。さあかかってこい。うわー、こいつら上がってきたー、上がってきたー、しっかり上がってきたー。なるほどね、3段4段とかもっと高くしたら上がってこれなくなるのかな。外だ、外で戦おう。ここで戦えば。あ、来た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 。ちょちょ、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、帰ってきて帰ってきて。行き過ぎ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 。よし、ここ、狩猟の騎士はほっといていい。ビャカメビャカメ。うん、でかいー、でかいバーサーカーが来たー。さあ、必殺来た、撃つ。出るや。ん？あと一体どこにどこに引っかかってんの。よっしゃ、撤収。いい位置に罠仕掛けられたね。はい、
だがどういうことだ。城の壁で作ったはずの城壁を飛び越えてきた魔物がいたぞ。首狩り族、高いジャンプ力を持つ魔物だ。奴らには城壁が通用しないみたいだな。このままでは城壁を飛び越えられ陣地に入られてしまう。これは何か手を打たなければな。高くすりゃいい、高くすりゃいいってことでしょ。うん、聞こえたぞアレッサ。首狩り族が城壁を越えられぬように何か対策を施したいなどな。魔法力、うん、魔法の作業台、あの辺りに板張りになった地面があるはずだ。雪をばらまいた、雪を払いのければ場所が分かるであろう。うん、魔法の作業台、こっち、ここに埋まってんの。すげえ、地下へ続く階段が。なんだここは、なにこれ、なんかすごい。お金、金のインゴット、これか。これを作る、これ作る。持ってかなきゃいけなかったからな。作っちゃった。ここ扉つけるか。なんか余ってたよね。そう、これこれこれをつけちゃう。で、階段をつけなきゃいけない。よし、で、こっちできたかな。ちょっと一回やめさせようか。で、これ持ってくんだよね、多分。ん？ここもちょっと入りやすくしよう。おう。うん。うえへへへへ。うん、あったよ。しかし王様、このような作業台があるのなら、なぜ今まで黙っておられたのです。まさかお前か、スパイは。デインバリアを作ってほしい。うん、作ったよ。作った。作り申したぜ。あ、やばい。マカフィ。ちょっと待って、マカフィか。頑張って。俺は戦えない、戦えないけど、ここの一箇所、ここの一箇所を埋めることはできる。よし、ちょっとあれなんで、ずれたかもしれないんで、一回区切るね。